シュコちゃん悪いアクアマン貸してくれ。なんで捨てロックマンか？ネット君アクアマンも使ってちょうだい。アクアマンはあなたのリンクナビなんだから遠慮しないで。もちろんさ。頼むアクアマン。俺に力を貸してくれ。アクマンつってやってるな。アクアマンだよ。癒しの水はシーサイドエリア3にある。オッケー、じゃあ行きましょうか。おー、シーサイドエリアも同じ感じになってるね。あー、で、ソウルウェポン。オッケーオッケー、じゃあ同じように進みますか。これでソウルソードで全部撃破かな。あ、オッケー。これが、そのさっきの水か。はい、正気全部晴らしました。で、バグのかけらゲットありがたい。はい、これですね。すげえ蛇口。ゾウさんみたい。これが癒しの水ピュー。本当にいい水ピュー。この水ならロックマンもすぐに元気になるピュー。アクアマン、癒しの水をゲット。早くロックマンのところに戻るピュー。ふふ、やっぱり来たね。誰ピュー？え、お前もう元気になったん？僕たちの計画を成功させるためにはロックマンに生きてもらっていては困るんだよな。なんだこいつ、電脳銃の力は僕たちだけのものだよ。それじゃあお前が電脳銃を。ふふ、その通りさ。ってことでその水はここに置いてってもらうよ。ふふ、ロックマンのためにこの水は置いていけないっぴゅ。え、大丈夫、グレイがいる。あ、なウイルスじゃん。なんだ、ウイルスなら別に普通に通しちゃいますか。はい、オッケーでーす。やるじゃない、覚えてろ。こいつ自体は強くないのかな。早くロックマンのところに行くっぴゅ。じゃあロックマンにプログラム渡しに行ってやるか。はい、じゃあ一旦プラグアウト。あ、ダメだ、これだといけないんだ。アクアマンに届けてもらわなきゃいけないから、このアクアマンを使ってる状態でここのパソコンから行かなきゃいけないんだ。あ、なるほどね。アクアマンでホームページに行くと。はいはいはい。でロックマン倒れてるからここで水を与えてやるということか。ロックマンこれを飲むっぴゅ。アクアマンは癒しの水を使った。ロックマン、電脳銃が癒しの水に触れ拒絶反応を示してるんだ。頑張るんだロックマン、電脳銃を抑え込むんだ。あー、ロックマン大丈夫か。ピュッ、おー、え、かっこよ。ロックマンじゃないっぴね。いかん、ロックマンの体が電脳銃に支配された。アクアマン早く逃げるんだ。ロックマンは僕が目覚めさせるピュー。ロックマンしっかりするピュー。やってやれ、アクアマン。絶対に負けないピュー。でもエクゼ5で一回頭割られたことあるからな。いやでもお、戻った、よかった。僕は一体ロックマン、よかったピュー。いやエクゼ5でもダークソウルの時めっちゃアクアマン割ってたけど、アクアマンかわいそうやんな。ロックマン大丈夫、気を失ってるだけだ。一気に大きな力を解放したことで電脳銃の影響が弱まったんだろう。しかし一撃でアクアマンをデリート寸前に追い込むとは、なんというパワーだ。パパ、アクアマンはデリート寸前でプラグアウトしていたから心配ないだろう。そう、いやシュウコちゃんびっくりだよ。それよりもロックマンの方が事態は深刻だ。これから先電脳銃が目を覚ましロックマンの体を支配しようとするだろう。もし電脳銃がロックマンを完全に支配してしまったならば、その時はパパをはじめ科学省全ての力を使ってでもロックマンをデリートしなくてはならない。うわ、そんな、分かってくれネット。電脳銃とは人間社会を脅かす存在なんだ。逆にもしロックマンが電脳銃を制御できるようになれば、凄まじい力を手に入れることができるだろう。いずれにせよタイムリミットは夜明けまでだ。すまないネット、こんな時にロックマンに何もしてやれないパパを許してくれ。ロックマン、いや、みんなを助けたのにかわいそう。ロックマン、ロックマンが癒しの水を飲んでから十数時間、ネットは一睡もすることなくロックマンを励まし続けた。そして夜明け、ネット、ロックマンはどうだ。え、外見てる。ネット、パパ、ロックマンは、え、おう、やったよ、電脳銃に打ち勝ったよ。ロックマンやっと落ち着いて眠ったところなんだ。俺も眠くなって、あ、よかった。ロックマン、ネット、よくやったぞ。今はゆっくりお休み。やったやん、これで電脳銃の力使えるようになるの。あれ、俺いつの間にベッドで寝てたんだ。ロックマンは本当に大丈夫なのか。え、ロックマン、おはよう。ネット君、ネット君の声ちゃんと届いてたよ。僕の意識が電脳銃に支配されそうになるたびにネット君の声が僕を引き戻してくれた。ありがとう。それと心配かけてごめんね。ロックマン、もう大丈夫なんだな。よかった。これから先も電脳銃は僕に襲いかかってくるかもしれないけど、僕は絶対に負けないよ。ああ、安心したらお腹が減ってきたぜ。そっか、
ネット君、昨日の夜から何も食べずに僕のこと励ましてくれてたもんね。それに、そろそろお昼ご飯の時間だし。そっか、もうそんな時間か。いいね。ネット君、メールだよ。パパからだ。読んでみるね。電脳銃の力を抑えることができたようだな。知ってんだろ、お前。お前たちが眠ってる間にロックマンの体を調べてみたんだ。どうやらロックマンの中に電脳銃の力が宿ったようだ。わお。そこで電脳銃の力をコントロールするための機能をロックマンとネットのペットに組み込んでおいた。おい、寝てる間にいろいろやってんな。とはいえ、電脳銃の力を制御できるかどうかはお前たち次第だ。だって。あ、バトルプログラムが添付されてる。早速練習してみよう。お、ちょっと気になる、普通に。え、どういうこと？電脳銃の力って。ロックマンの中に宿った電脳銃のパワー、それをコントロールするための機能を組み込んでおいた。ここを見てみろ。お、なんかある、マーク。ビーストボタンだ。ビーストボタン？ロックマンに封印した電脳銃のパワーを解放するボタンだ。もちろん 100% 全て解放してしまうのは危険だから、コントロールできる範囲 50% くらいに設定してある。選んでみろ、ネット。ほい。あ、かっこよ。ロックマンが銃化した。ネット、ロックマンに話しかけてみろ。うん、ロックマン大丈夫か？うん、大丈夫。ちゃんと意識はあるよ。でも、体の奥底からものすごいパワーが湧き上がってくる。よし、うまく制御できたようだな。電脳銃のパワーを抑え込み、理性を保つためには心を激しく消耗する。重化していられるこの心カウントがゼロになるまでの間。あ、それこそソウルユニゾンと一緒やんな。重化中のロックマンは獣のパワーを解放することで、暗転しない無属性の攻撃チップの攻撃力がプラス30。お、結構強くない？マジですげえ。しかもチップを使った時は獣のスピードと逃走本能によりロックマンが自動的に攻撃がヒットする場所まで高速移動してくれる。強くね？ただし暗転しないチップに限るがな。 B ボタンを押しっぱなしで連射できるフェザーシュート、そして無属性のチップを試しすると重化ならではの必殺技を繰り出すぞ。まさしく獣って感じだな。うまくオペレートできるかな。ネット君大丈夫。僕を信じてやってみようよ。ロックマンの言う通りだ。ネットオペレートしてみろ。え、これバルカンめっちゃ強くね？そしたら、え、これただ押せばいいの？え、どう、え、あ、押すだけで飛ぶわ、これ。すごっ。え、強っ。え、で、ため打ちは？これがため打ち？ため打ちはどうなの？え、ため打ちはなんかワイドソードみたいになったんだけど、どういうこと？あ、どんな位置からでも飛べんの、これ。強っ。すげえ、あっという間にウイルスたちを全滅させちゃった。ロックマン、意識はちゃんとあるか？うん、大丈夫だよ、ネット君。よかったぜ。凄まじいパワーだ。しかし見事にコントロールできたようだな。これカウンター入んのかな。しかし何度も重化しているとワンターン進むたびに心カウントが1減っていく。もしゼロになれば重化を解け、ロックマン疲労状態に。あ、なるほど。いいかねと。くれぐれもロックマンが疲労状態の時にビーストボタンを押してはいけないぞ。うん、もしやっちゃうと疲労状態では電脳銃のパワーをコントロールできない。そうなると電脳銃のパワーは 100% 解放され体を支配される。つまり暴走状態になってしまうだろう。暴走した後ロックマンは瀕死の状態になってしまうはずだ。無理な重火にはくれぐれも気をつけるんだ。あー、ダークロックマンみたいな感じだ。でも HP 下がらないんだったらそれも結構戦闘スタイルとしてありな気がする。うん、ビーストボタンと重火か。すごいパワーだけどロックマンを危険にさらす可能性がある。ここぞという時の切り札として使いこなすぜ。あの、ガンガン使いてえな。カウンター取れたらもうクロスより使いたい。重火か。恐ろしいけど頼もしい力だな。がっちり使いこなしていこうぜ。うん、ネットお客様よ。あ、ちょっとお客さん、もしかしてアイリスこの、ちげえじゃねえかよ。おめえかよ、小次郎。邪魔するぜ。なんだ、小次郎か。なんで俺で悪かったな。で、どうしたんだ？ずいぶん急いでたみたいだけど。そうだ、俺のナビを襲ったピエロみたいなナビが、セントラルエリア3をうろついてやがったんだ。ピエロみたいなナビ？シーサイドエリア3で襲ってきたナビか。ありゃ、また絶対何かやらかすつもりだぜ。今度は何を企んでるんだ。行こう、ネット君。プラグインお願い。あ、倒しに行きますか、それは。ちょっと、重火の力使ってやろうぜ、せっかくだから。行きましょう。これ重火超強えわ。確かに連続で撃ったらカウント減ってって、なんか次のバトルとかでも引き継がれちゃうから連続で撃てないとかはありましたけど、カウンター入るのめっちゃ強え。お前は何者だ？そこで何をしてる？うふう、そういえば君と直接会うのは初めてだね。はじめまして、僕はサーカスマン。この辺をうろついてたらきっとやってくると思ってたよ。君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？電脳銃をどこに隠したんだ？電脳銃は僕の中だ。つまらないジョークだね。この僕ですら電脳銃を体に入れるだけで精一杯だったのに。あんな怪物を体に閉じ込めておけるナビがいるはずがない。なんか自慢か、お前。お前たちの狙いは何だ？質問してるのはこっちだ、間違いない。電脳銃をどこに隠した？まだ見えすいた嘘をつくつもりじゃないだろうな。信じないのは勝手だけど僕は嘘なんてついてない。そうか、そこまで言うならその体を引き裂いて確かめてやる。来るよ、ネット君。任せろ。バトルオペレーションセットイン。さあ、ここはちょっと電脳銃の力使っちゃおうか。じゃあ
あーロールちゃんいらねえな今。今ロールちゃんいやバトルチップ微妙だな全体的に。電脳銃が使いやすいのがない。サンダークラックシュートマシンガンで止めてクラックシュートためでいくか。そしたらこれでこいつはどんな、あそういう感じ。ちょっと待って、カウンターのタイミングわかんねえ。ちょっとどういう感じこいつ。ちょっと待って、どういう感じ。あれサンダーボールも飛べんの、マジで便利じゃん。そうしたらこれでエアホイール打ち込んでおく。なるほど、この火の輪くぐりが来るわけだ。何これ。ちょっと待って、動きがようわからんけど、いや飛んでその縦列攻めてくるパターンと、なんか横列火の輪とかで来るパターンの2通りってことでしょ。リフレクメットはこれ飛べるのか。これもチャージか。あいけるわ。チャージってさ、同じ列にいなくても勝手に追尾する、めっちゃ強い。はあ、いや強えわこれ、相当強いわ。まさか本当に電脳銃を手に入れていたとは。しかし我らの手にもう一体の電脳銃がいる限り、あのお方は野望を必ずや果たす。ああ、いやお前の中いるんじゃねえの、まあ、どっかなんかリリースして檻入ってんのかな。お前死んだら電脳銃いないんじゃないの。あのお方、野望、そして電脳銃、どうやら今回の一連の事件には裏で糸を引く黒幕がいるみたいだな。敵がどんな組織かわからないけど、もう一体の電脳銃が相手の手にあるというのはかなりの脅威だね。ああ、嫌な予感がするぜ。いや、ワクワクしかしないな、今。ぶっちゃけ。すげえびっくりした。ごめんなさい、もう一体の電脳銃はロックマンとかいうナビが持っていっちゃったんだよ。この子は可愛いんだよな。ロックマン、光ネットのナビか。まさかこの街に来ているとは、因果なものだな。っていうと、気にするのはこっちの話だ。お前はもう下がれ。電脳銃の一体は確保できた。今回の作戦は成功と言っても良いだろう。そう言ってもらえると助かるわ。けどもう一体の電脳銃は必ず手に入れてみせるわ。期待しているぞ。ヒカリネット、そしてロックマン。我らの作戦の最も大きな壁となりそうだな。ワクワクすんね、いいね。それから数日後。オッケー、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。電脳銃めっちゃ強い。ちょっとカウンターとかのタイミングがまだいまいち分かってないんで。詰める時のこの時間というか、ちょっとそこら辺をなんとなく感覚で思いながらね、うまいことカウンター取ったりとか使いこなせるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いします。じゃあね。